こんばんは。こんばんは。メタモジ TV です。この番組は毎週この時間にメタモジスタッフの生の声をお届けしております。合わせて放送中はソーシャルストリームで皆様からのご意見メッセージを受け付けておりますので、どしどしお寄せください。さて本日は、マゼックのよくある質問にお答えしますということで、マゼックといえば菊池さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、マゼック、9月の何日でしたっけ、17日ぐらいに、はい、マゼック4iOS の、バージョン 1.0 がリリースされました。で、ね、はい、で、アップデートを行いつつ、ね、はいはい、今、1.1 です。そうですね、はい、はい、2日前です、ね、はい、に、バージョン 1.1 が、うん、リリースされましたので、はい、今ダウンロードされた方はバージョン 1.1 が入ります、はい、まだもっと早くにお買い求めだった方はどうぞアップデートしてお使いください、うん、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、早速今の話の続きになるんですけれども、はい、バージョン 1.1.0、はい、マジック 1.1 のになって新機能が新しく追加されたと思うんですけれども、そちらの方からまずはご紹介していきます。よろしいですか。はい、はい、じゃあ手元画面の方お願いします、はい、こちらですね、あ、はい、見えてんだけど抜けよう。ですね、はい、はい、これ iPhone6 Plus そうですね、はい、ですね、はい、上にマゼックをインストールしています。でマゼックバージョン 1.1.0 ですね、はい、うん、先日リリースされたバージョンが入っています。そうですね、バージョン番号はその右下に、あ、そうですね、はい、マゼックの、はい、これ設定アプリになるんですけれども、ね、はい、マゼックの設定アプリの、はい、右下のところにバージョン1を表示されています。ここですね、はい、そこですね、はい、そこが 1.1.0 となっていれば最新のバージョンですね。はい、はい、で新しくなった点なんですけれども、はい、いつものようにメモ帳上で、そうですね、これ今もう、メモを開いたところで、はい、ここマゼックが表示されているところなんですけれども、はい、iPhone6 プラスまで行きますと、はい、フォン版といってもですね、結構こう幅がありますね。そうですね、たくさんあるんですね、うん、なので、もしタッとお使いの時ですね、こう、うん、手で持って、はい、っていう時には、親指でちょっと書こうかな、字を書こうかなと思った時に、はい、ここにこう書いていけるんですけれども、うん、あ、もう持ち上げてもらってもこちらで合わせるから大丈夫ですし、ちょっと初期設定でなくなってましたけれども、はい、こちらで書いた時に、文字は書けていくんですけれども、はい、うん、例えばこれで愛だなと、うん、愛を確定しようと思った時にこう、はい、届かない場合があるそうですね、幅が広くなったんで ね、 そうですね、持ち方によっては、うん、こうやって持ってこの辺で操作したい時にこの手前が操作しづらいという場合もありますので、うそうですね、どっちもどっち、真ん中の辺ぐらいが、ね、だいたいその iPhone5 ぐらいの幅に、うん、はい、縮め手を使いいただけることが、いただくことができるようになりました。で操作方法ですけれども、はいはい、こちらにありますこのマゼックのアイコンの書かれたボタンですね、見えますか。そうですね、ここですね、はい、こちらをタップしていただきますと、うん、まあ、従来から線の太さとか、はい、それから、認識させる文字の種類を選ぶことができたんですけど、 そうですね、その下にですね、はい、この3つのもうちょっと上に、すいませんな、ちょっと慣れてなくてごめんなさい、はい、この3つの、図が書いてあると思うんですね。そうですね、ちょっと今、はい、ちょっと見にくいです。そうですね、ちょっとこれ画面上大丈夫ですかね、うん、緑が、あ、でもは配信されてる画面は大丈夫ですね。大丈夫そうですか、はい、ここに映ってるのがすごいことになってる、ね、今この真ん中が選択されている状態で、はい、幅いっぱいに使っていただくのが今までのマゼックもですし、はい、最初の状態になります、うん、はい、これをですね、まあ、右か左にこう寄せて、はい、今これ寄せた状態なんですけど、うん、今どちらに寄せたんですか。今ですね、左側に寄せた状態になります、はい、うん、でここは使わなくて、はい、この中で操作できるという幅になってきます、うん、で例えばこちらに寄せておくと、うん、まあ、手元でこう操作していて、はい、ここが、うん、まあ、指がこちらよりちょっと近くなる、届きやすくなってくれるという、はい、そうですね、幅を寄せる、はい、右左に寄せる機能というのが一つつきました、はい、でこちらも画面の、はい、入力
のこの領域って言ってますけどエリアの、はい調節なんですけれども、はい、でもう一つ調節の仕方というのが、うんもう少し詳しくできるようになったという機能がありまして、はい実はですねここのあのちょっと編みかけで、グレーになっている部分というのは、はい、ここに文字を書きますと、自動的に、はい文字を、左に避けて次の文字が書けるようにする自動的にスクロールをする領域になっているんですが、はい、このエリアの大きさというのが従来のフォン版、うん、iPhone 版の場合には、はい、と大と小2つから選べるようになってたんですね、はいですねはい、でそれをその大と小の間で細かくご自分の好きな幅に設定していただけるようになりました、はい、そうですね先週のご紹介の時は、うん、もう大小でご紹介したんですけれども出来たての機能なんですけれども、はい、今回のアップデートで、そうですね、はい、iPad でしたら大中小だったんですが、はい、大小ですね、うん、iPhone の場合は、うんでその2種類ではなくてその中で細かく設定していただけるようになっています、はい、その設定は先ほど見ていただいたバージョン番号のあった設定アプリの中で行いますの で、はいはい、ではそちらに移ってみましょう。ここ、ね、そうですねさっきの設定のアプリの方ですね、はい、設定のアプリです、はい、本当だ、はい、ありがとうございます。でそちらの、はいこれマジックの設定あ、はい、開いたところなんですけれども、上から3つ目、うん、設定という項目の中に、はいはい、自動スクロールの設定があります、うん、自動スクロールですねもうなくって、例えばない場合でもボタンを押して横に自分のペースで送っていくことはできますので、うん、オフにすることもまあできるんですね。そうですね、はい、でオンの場合に、うん入力待ちを今これ 0.40 セックってなってますけどこれ 0.4 秒になってますけれども、はいもっと早くと書いたらすぐに送りたいという方とか、ねはい、もっとゆっくり送ってほしいというところで、うん、こちらは、スケールがついてるんですけれども、はい、これ従来の機能なんですね。新しくなりましたのはこの下の方のスケールですね。この長いもの、はい、これはこれが入力判定領域幅が小の時から大の時のその間をですね、はいうん、細かくこの辺がいいよこの辺はじゃあ見てみないと分かんないんですね。ですねちょっと戻ってみましょうちょっとね先にあそうですねで小大っていうのも今まで通り選べますので大、はい、に設定されたい時はもうこちらでやっていただくんですけども小の状態をちょっと見てみましょうか。今これちょっと幅寄せ直します。そうですねとりあえず今は、はい、戻します。はいこのどのぐらいマジックのボタンの幅ぐらいがぐらいになっているのが小の状態なんですね。ですね、うん、はい、はい、で大の状態っていうのがはいこの2つ目のボタンよりもちょっと大きいぐらいというのが台の時なんですね、うん、で、この間で台だとちょっと大きいんだけど小だとちょっと小さいなという時用にスケールが用意されている、はい、この辺かなという毎回入力の時にお使いいただくものですのでこの辺りだいぶ使用感が違ってきます。うそうですねで、一番最初は、はい、私たちも iPhone5 の上で、うんチューニングをして、はい、で iPhone6 を待ち受けていたわけなんですけれども、まあ、そのデバイスによってもだいぶ使用感は違ってきていて で、ねはい、でもスケールをつけさせていただくことになりました。でもこれが真ん中ぐらいですね、ま、ねそうですね真ん中になってますね細かく、はいスライダーで調節していただくことができるようになりました、はい、でこのその幅寄せと、はいスクロール領域の幅というところで、はい、だいぶその入力を、ね、ストレスなくねどんどん自分に合わせて、お好みに合わせて、はい、いただくようにしていただけるようになりました、はい、これも 1.1 で入った機能で す、 です、ねはいはい、でこの2つが大体メインなんですけど、はい、もう一つですねこちらの、マジックボタンですね、はい、の、右側にJP オールとこう書いてあるのがご覧いただけるかと思うんですけども、はい、こちらにですねちょっと待ってください拡大します。はいありがとうございます。マジックボタンの右側に今までなかった、はいJP とですね、はい、
これね、うん、JP とオールというインジケーターがつくようになりました、はい、で上の JP っていうのは、はい、認識している言語ですっていうと今までですねあのメタ文字ノートとか、はい、メタ文字シェアでお使いの方は、はい、ああ言語ね、言語ねって感じね、そうですよね、はい、で、うん、今はの日本語だけお出ししてるので、はい、なんで JP だよっていう感じなんですけど、うん、まあそういうことですね、そういうことですね、はい、まあはいはい、そういうことです、後々に下のオールっていうのは、はい、こう開いた時に、先ほど言いましたように文字の種類を選ぶことができて、はい、でひらがなだけ書く時とか、はい、あと英数字だけ書く時というふうにこう選んでいただくことができるんですね、うん、あ、はい、あ 何のモードに入っているかっていうのがそちらで分かるようになったそうですね、で自分が選択しているモードっていうのは、うん、自分が選択する時もありますし、あとあの、はい、アプリによっては、うん、ここの入力のスペースには、うん、この文字種しか受け付けませんという制約をかけてくることがあって、はい、で、あのこちらインプットメソッドとして、はい、いろいろなアプリでご利用いただけますの で、 そ う、 で、ね、はい、でそういうふうにアプリの方で、はい、英数字しかダメだよとしている欄では、うん、英数字しか入力できないモードになぜか自動的に切り替わります、うん、はい、切り替わった時にはこちらで、はい、A3 モードですよ、これ A3 モードっていうのは英語と数字が入るモードなんですけど、はい、内部的に言ってるんですけども、その A 数字のモードですよっていうことを、はい、お知らせすることが、まあ、ちょっとちっちゃいんですけどできるようになっています。で、こちらが全部の時、例えばですね A3 モードに、知らないうちになってしまってるんですけれども、私は自分の名前が菊池ですが、菊とか書いてもですね、もう全然、うん、おお、真ん中だけ認識しちゃいました。この認識もどうかと思うんですけど、ね、この時にオールに変えていただくと、あ、聞くかなと、確かにということが見ていただけるような形で、ちょっと分かりやすさのための機能を追加させていただきました。今までは分かんなかったんですけど、そこに表示されるということですね。そうですね、今どのモードになっているのかが分かるようになりました、はい、ちょっと細かいんですけれども、そうですね、はい、JP ってことはってことですね、はい、ね、はい、じゃあこれが以上、これ1.1の新しい機能です、はい、ちょっと長かったかもしれない、はい、じゃあ、はい、ここからは、はい、マゼックにお寄せいただいたよくある質問を、じゃあ私の方からです、ね、ですね、質問内容を私が申し上げますので、はい、はいはい、まず1つ目です。はい、マゼックを他の iOS デバイスでも利用できますかということです。多分この方は iPad とか iPhone とかお持ちなんですよね。そうですね、はい、そうかもしれないですね、うん、はい、そうですね、はい、あの1台に1つずつマゼックを買ってくださいという、はい、ことではなくて、うん、はい、あの同じ Apple ID ありますよね。そうですね、はい、Apple ID が同じものであれば、はい、5台まで、はい、は同じアプリ ID であれば、インストールして使っていただくことができます。例えばマゼックを iPhone 上でお使い で同じアプリ ID で iPad 上でもお使いいただけます、はい、同じまでですね、はい、はい、あの1回買っていただければ5台まで使っていただくことができるようになっています、うん、はい、必ず、同じアプリ ID でということですね、はい、はい、なので、iPad の方で買ったよっていう方はぜひ、そうですね、はい、お試ししてみてください。はい、はい、じゃあ次いきます。はフルアクセス、あ、いきなりフルアクセスの件ですね、はい、フルアクセスをオンにした時にメッセージが出るんですけれども、はい、これはどういったメッセージなのでしょうかということです。そうですね、はい、あのフルアクセスをオンにするということを、はい、先ほどのあのマゼックのアプリですね、はい、スタートアップガイドというのがありまして、はい、スタートアップガイドを開いたところです、はい、すいません、画面が出て、あ、ごめんなさい、すいません、ちょっと私がバタバタしてました。いやいやいや、はい、すいません、そうですね、はい、このマゼックの設定アプリですね、はい、こちらで開いていただくと、はい、スタートアップガイドという項目があります。はい、こちらのスタートアップガイドの中に、はい、まずインストールしていただいた後で、はい、この手順でマゼックを使えるようにしてくださいというご案内を載せています。
ぜひあのこちらをあのインストール直後でどうしていいかわからないわという方は見ていただきたいんですけれども、はい、ですね、iOS の設定アプリをタップしていただいて、はい、で一般キーボードという形で一般キーボード、キーボード、新しい、はいはい、この辺り多分あの前回、前々回で、ね、割とこってりやってたりすると思うんですけれども、はい、であのマジックを追加した時に、はい、フルアクセスを許可しますか、うん、というこのフルアクセスを許可してくださいというふうにそうです、ね、まずご案内してたんですけれども、はいはい、うん、ちょっとあの何でしょう、怖い感じの、そうですね、ちょっと心配な表示されます。これは何ですかというお話なんですけども、はい、こちらですね、あのメタモジのマゼックのホームページの方でも詳しくご案内しているんですけれども、はい、うん、はい、当社のアプリの中で、この設定のアプリ と、マゼックの、本当に入力する画面ですね、はいはい、そちらをつなぐ時に、うん、この端末内の特定の領域を利用して、はい、例えばこういう設定がされたよとか、こういう単語が登録されたよという情報をやり取りしています、うん、はい、でそのやり取りを許可することに、このフルアクセスの許可というのを、うん、使っております、うん、でそれ以外のことは例えばあの勝手に、時系を収集するとか、はい、単語を収集、うん、何が入力されたのかを抜き取るとか、はい、あのこちらに書かれているようなクレジットカードとかいうことは全く、はい、あの触れておりませんので、はい、どうぞご安心していただきたいんですけれども、うん、はい、そうですね、この設定アプリと、マゼックのキーボードのやり取りのために、はい、使っている辺です。そうですね、はい、はい、で、そうですね、こちらの、最初のバージョンはこれをオンにしてお使いくださいということ であのご紹介したんですけれども、その後に出しました、はい、1.1 の一つ前の 1.0.2 というバージョンからは、うん、はい、フルアクセスを許可しない場合でも、うん、はい、マゼックの手書きの入力や、はい、入力をしてんで基本設定のままで使っていただくことが で、ね、はい、できるようになっています、うん、はい、ただ、こちらフルアクセスを許可しない場合というところに、はい、あのスタートアップガイドの中でも、うん、ご案内していますけれども、単語の登録や時系の登録、はい、それから、設定の変更ですね、うん、先ほど の、 あの自動スクロール幅とかを設定変更していただいた場合には、はい、うん、それを、反映して読み取ることができなくなってしまうために、その部分の機能はお使いいただけません。そうですね、単語登録、はい、時系登録ぜひ使っていただきたい。そうですね、それの機能ですので、はい、その場合はオンで、はい、お使いください。そうですね、よろしくお願いします。はい、はい、次いきます。メタ文字ノートとかメタ文字シェア、はい、はい、こちらであの手書き変換アドオンマゼックっていうのをあのがあるんですけれども、はい、こちらを利用していますということ で iOS8 環境で IME としてこの使っている、はい、あものは利用できないんでしょうか、はい、ということです。ということですね、こちら、はい、ですね、はい、アドオンでお使いいただいているマゼックと、はい、今回あのうん、エクステンションキーボードとしてお出ししているマゼックというのも実は別物です、うん、で内部的に、はい、何でしょう、使っている領域だったりできること機能的にもちょっと違いはあります、はい、で位置づけとしては、はい、あ、そっか、はい、あ、そうですね、私がしゃべはい、はい、で位置づけとしては、うん、そうですね、エクステンションキーボードの方の、うん、どのアプリでもお使いいただける汎用向けのマゼック、はい、でキーボードの代わりにお使いいただくものですので、うん、全てのアプリで入力できる代わりに、はい、例えばその手書きのまま入れるであるとか、うん、はい、メタ文字ノートでお使いの場合には、うん、後から変換とか変換、ね、うん、ああいった機能はお使いいただくことができません、はい、あとその文字の色、文字の色といってもあれですよね、定着させるそのアプリ側の制御になってしまいますので、はいはい、なので手書きで書く線も、まあ、今黒だけなんですけど、はい、ということで汎用側で汎用に使っていただけるアプリとそれと専用で特化した形で、はいはい、いろいろなそのメタ文字ノートやメタ文字シェアの機能と連携しながら、はい、いろいろなことができるマゼックということでちょっと分けさせていただいております。ね、別のものになってしまいます。はい、別物になります。ただですね、うん、こちらであ、すいません、ちょっと待ってくださいね、ちょっと待ってくださいね、はい、まだあ、ごめんなさい、はい、大丈夫ですか、手元に変えちゃい、ん、
か。あ、はい、はい、入ってないじゃん。はい、すいません、ちょっと今これ見てもらったのが入ってなかったんですけど、はい、失礼しました。ただですね、あのマジックを、はい、メタマジ上ノート上でマジックを使いいただいていると、はい、マジックの、書き流しと混ぜ書きとキーボードっていうのがあって、はい、そのキーボードのところで、うん、エクステンションキーボードのマジックをお使いいただくことができるので、はいはい、その上で使いますかというのは、まあ、お使いいただくことはできます。ただ同じものとして使えるというものではないないんですね、ということになります、はい、答えになりましたでしょうか。うん、はい、はい、次に行きます。ユーザー登録って必須でしょうかと。ユーザー登録ですね、はいはい、ユーザー登録はですね、どこにあるのかというと、はい、ちょっと画面上でよろしいですか。はい、はい、もう一度マジックの設定アプリの中で、はい、こちらですね、下から2番目のユーザー登録というところがあります、うん、これは必須でしょうかということなんですけれども、はい、今までのご説明でも、うん、あのフルアクセスもしなくていいですよって感じ。メタ文字としては、ユーザー登録ぜひしていただきたいなというのがあるんですけれども、はい、登録しないでもお使いいただけます、はい、で、あ、本当だね、戻りましょうか。戻りましょうか。はい、すいません、ちょっと特定の失礼しました、はい、ちょっとまあ見ないんですけど、はい、ユーザー登録は必須でしょうかという問いに関しては、はい、必須ではないです、はい、で、あのユーザー登録していただいた場合に、うん、あの当社からあのお知らせをする、ね、はい、手段ができますので、最新情報をお届けすることができるようになります、うん、はい、それとですね、今まですでにあの当社の製品ですね、セブンノートだったり、はい、メタ文字ノートだったり、はい、お使いの方は、ぜひ、デジタルキャビのキャビネットというクラウド機能をお使いになっているかなと思うんですけれども、はい、そちらに登録されている方はぜひ同じ ID で登録なさってください、はい、そうしますと、あんまり言えないのか、いいことがあるかもしれません。はい、ですので、はい、当社としてはぜひ、はい、登録していただきたいなという気持ちですけれども、はい、必須ではありません。そうですね、必須ではないんですが、ぜひよろしければ登録してください、はい、はい、じゃあ次です、はい、もう入力のところに、うん、すいません、バラバラなんですけど、次はマジックの入力のところのご質問です。入力した文字の消し方を教えてくださいというご質問です。はい、入力した文字の消し方ですね。はい、はい、じゃあ何書けばいいんだろうね、うん、なんか、はい、何か書きましょうか。文字の消し方と、はい、ひねりなく書きますと、はい、で、この中のどれかを消したい時ですよね。そうです、こうやって引っ張ってたりできるんですよ。で、あ、そうなん、先週 やりました。すみません、何通りか消し方はあるかと思うんですけれども、はい、書いた文字が間違っている場合ですね、はい、うんうん、で間違ったりもう入力したくないなという場合、一番後ろの方を消したい時っていうのは、はい、この真ん中にありますストロークを消すボタンというので、うん、はい、消すことができます、はい、タップした時には一番最後に入力された一つのストローク、あ、ストロークだって、一つの線だけを消していきます、はい、今だったらこの、肩というのの一番最後に書いた斜め線ですね、これですね、はい、これをこう消すことができます、うん、はい、でそれ以外にこの1文字がいらないんだよという場合には、はい、押していただくとボタンが長く上に広がりますので、はいはい、1文字の場合には真ん中、うん、全部消したい場合にはこのオールというボタン、うん、オールにすると全部が消えちゃうんですよね。全部最初から消えちゃいますね。せっかく入力したので真ん中にしましょうか。そうですね、はい、これで1文字分が消えると、はい、肩が消えたんですね、はい、ですね、はい、ということができます、うん、まず1つ目はその方法があります、はいはい、それから、途中の脳がいらないとか、脳がいらないとかいう時ですね、うん、でこれで、こちらはアドオン版と同じやり方なんですけれども、はい、こういらないなと思うところの右側で、はい、右側、はいはい、この入力の画面をじっとこう押してもらうんですね、はい、そうするとギザギザ線が出てくるんです、はい、魔法のギザギザですねこれね、はい、これをこちらに動かしたりこちらに動かしたりすることで、このギザギザ線よりも、はい、右側の文字列を、の書いた手書き文字を
動かすことができるんですね、うんうんうん、でそれを脳の上にかぶせて離すとなくなると素晴らしいいう、うん、消し方があります、うん、で今度ですねこちらの、新しい、はいエクステンションキーボードのこのマゼックで搭載した機能としてですね、ここにそれぞれの文字に対応しているボタンがあるんですよね、はい、これ何のボタンかって言いますとます、ねうん、こう変換のそう認識された文字、うんはい、今消すと認識されてますけど、はい、違う文字かもしれないなというので候補をいっぱい持ってる画面があります、はいそうですねはい、で違う候補だよっていう時は、まあ、まあそこから選んでもらうんですけど、ね、いただくと、はい、こちらが、文字の結果ですね、はい、消しだったのがこの宿泊のハプニングが変わって、はい、何の意味があるんだみたいな例文ですけどまあちょっとそういう形で、はい変わってくれます、はいでこれをですね確定してしまいますと、うん、してしまいますとっていう言い方はないですけど確定しますと、その時にあこの文字は、うんこの手書きはこの文字なんだなっていうことで学習が働いてどんどんあの、皆さんの字をですね覚えててくれるのであんまりこう消さずにですね、うん、直せるものは直すっていうふうにしていただくと、はい、だんだん賢くなります。そうですね、はいはいちょっとまあ消すに戻しますね。で、うん、この文字いらない時の今消し方だったんですけど、はい、新しい機能としてこれをですねこのボタンをシュッとこう真ん中よりも上にしていただくとあら不思議というあら不思議いらない文字がこう消えていくという本当ださっきのとこにあさっきのところに消すっていうのもあごめんなさいなんか削除もあったんですよね。あ候補のところの右上に、うん、これ消すか従来機能で、はい、ここの字いらないよっていう時にあの消すっていうのがあるんですけど、うんまあ、iPhone は iPhone も、ね、なんですけどでもいちいちここを開けなくてもそうなんですあの何でしたっけこれでとこうフリックしてなんていうのフリックスワイプスワイプして消すことがすごいできるようになっているというところがですねすごいマニュアルには書いてあるんですけどこれがちょっとこうあまりまだそうですね便利なのに浸透していないという、浸透していない、うん、もう少し発信力高めたいそうですねぜひぜひこれは、はい、こうなって消えるのは、このボタンの形状があの iPhone だけなんで iPhone はこうやって消えますで、はい、iPad はあの、ペケボタン消すボタンの方ついてますの で、うんうん、そのペケを従来からそうですね消していただくことができる、はい、おーあ便利便利3つぐらい消し方があります。はい、はい、ぜひぜひこれそうですね消し消したい位置というか消したい文字の位置に場所によっていろいろ使い分けていただければいいかもしれないですね。お試しください。はい、ちょっと難しいところに入ってきましたよ。じゃあ次です。癖字学習とか字形登録のところなんですけれども、はい、まずそうだ、先週ご質問をいただいてたのがどこ行ったかな。はいはい、あじゃあちょっとこっち先週あ、はい、ご質問見ていただいている方からご質問いただきました、はい、字形登録や単語登録で、登録できませんというメッセージが出ることがあるんですけれども、その登録する時の制限事項あれば教えてくださいということで、この方は音符マークとかマークを登録したいらしたできるのかなって、はい、ということだったんですよね、はいはい、結論から言いまして申し訳ありません、今のところ、登録していただくことができません、はい、でマゼックの中で、うん、普通に日本語を書いていくときに必要な文字でそのお使いになりそうな、はい、まあ、利用されやすい文字 で、うん、でしかもですねその認識、はい、手書きを認識して文字に変換していきますので、はい、その認識との相性などを考慮して、うん、この範囲の入力をできますという文字の、を決めさせていただいています、はい、でもちろんひらがな漢字、うん、ひらがなカタカナ漢字で、はい、漢字もよく使われるものは大体入ってますし、うん、はい、で記号の中でもですね、例えばそのシャープだったり矢印だったり、うん、というのは丸とかですね、はい、はできるようになってるんですけれども、うん、新しい文字ですね、で今まで認識その認識のセットの中に入ってない文字を、うん、字形登録していただくことが今のところできません。あ、そうなんですね。なのでその音符はそれに当たってしまっていますので、はいはい、制限ということになります。はい、はいはい、こちらについては
ご要望もいただいておりますので、はい、他にもご要望いただいておりますので、はい、はい、制限を緩めることを検討していますすごい歯切れ悪いんですけどやってますので、すいません、しばらくはお待ちください。はい、ちょっとはこっちらとかこれとか言っちゃっても大丈夫ですか？あ、はい、はい、メタ文字ノートとかメタ文字シェア、あるいはセブンノーツの単語辞書や時系登録を引き継ぐことはできますか、はい、というご質問をいただいてます。辛いご質問が続く感じになるんですけども、現状できません、申し訳ありません、はい、別のアプリとしてお出しさせていただいておりまして、はい、別々に、管理させていただいているので、はい、引き継ぐことが今できません、申し訳ありません。こちらに関しても、はい、ご要望もいただいておりますし、はい、問題であることを認識しています。はい、また検討していくということですね。はい、はい、はい、そのぐらいですか。すいません、なんかすごいぐちゃぐちゃになってきているんですけれども、はい、だいたいこれで全部ご質問にはお答えしました。はい、よくいただいているご質問について、はい、ご回答させていただいてきました。で、先ほど少しお話ししたんですけれども、はい、こっちだよね、当社のですね、はい、ウェブサイトの中に、あ、ちょっと待ってくださいね、はい、はい、マジックのページを、はい、用意しています、はい、で、マジックのご紹介をメインにさせていただいてるんですけど、はい、なんでこの名前、あ、はい、大丈夫です。で、先ほどありましたフルアクセスの許可についてとか、はい、いうあたりは、お書きさせていただいておりますので、はい、よろしければご参考にご覧ください。そうですね、それから、はい、一番最後にですね、サポートのリンクがありますね。で、サポートのリンクの中に、よくあるご質問ということで、はい、ですね、こちらに、よくいただいているご質問についての、そうですね、はい、お答えを、ね、ご説明お答えを、まとめさせていただいておりますので、はい、よろしければご覧いただければと思います。はい、わかりました。あとは、ね、マニュアルも書いてますので、あ、そう、マニュアルがね、マニュアルがね、 iPhone 版と iPad 版それぞれ、そう、すごいくあので、詳しく書いてあるので、単語登録、時系登録などの、うん、まずはこちらの方もね、見ていただいたら、ぜひご参考になさっていただければと思います。あとはツイッターアカウントもご紹介しておきましょうか、はい、下に出るんですかね、ちょっと待ってください、出るかな、出るかな、あ、じゃあ、あ、大丈夫でした割と待たずに出ました、はい、そうですね、はい、iOS アンダーバーマテックの方で、はい、ご質問に回答することもそうですね、はい、できますし、ご意見、はい、いただいたご意見を、皆さんにいただいたご意見を参考にさせていただいておりますので、そうですね、はい、どうぞぜひお寄せください、はい、お寄せください。まだ時間ってある、はい、大丈夫ですよ、あ、うん、すみません、それで、うん、先ほどの何ドキドキする、あ、うん、はい、結構言い忘れてたかもしれないですけど、はい、1.1 に従来お使いで、はい、で、フルアクセスして単語登録とかをしてたんだけど、うん、はい、1.1 にアップデートしたらできなくなったわという方がいらっしゃるかもしれないです。申し訳ありません、はい、ちょっとご案内が、できてなかったんですけれども、はい、毎回じゃないんですが、そのアップデートをした時に、なんか辞書であったり設定だったりというところをチューンアップしてバージョンアップさせていくということがありまして、はい、その場合一番最初にですね、うん、マゼックインストールしていただくと、はい、一度ですね、マゼックの、設定アプリじゃなくて、はい、本当にマゼックの方を立ち上げて文字入力できる状態に、うん、まあ、ロードするって言ってるんですけど、ロードする、うん、一度立ち上げていただかないと、はい、単語登録等ができるようにはならないんですね、はい、で、そこはそこも書いてあるんですけど、この辺に、はい、なので、ですね、ここですね、その手順、あ、ちょっと単語登録がグレーで表示されて、はい、タップできないときは一度文字を入力する画面をタップしてマジックを表示してから操作し直してくださいって、これがその1回設定アプリだけで、
使うんじゃなくて、はい、一度そのマゼックを、立ち上げて、まあ、1文字2文字入力するなりということをしていただくと、はい、設定アプリの方で文字の登録ができるようになるというのが、ね、一番最初のインストールの時もそうなんですけど、はい、アップデートの、うん、まあ、規模によってはってなんですかね、なかったら立ち上げていただくことを試してなんかちょっといただく必要があると で、ね、で今回ちょっとそれに当たるというところをアナウンスできていなかったんですけど、はいはい、一度マジックを立ち上げてみてください。そしたらグレーアウトは外れますということになります。はい、以上です ね、 ですね。ご質問ご覧いただいている方からもご質問はないですか、ね、ですか。はい、まあ、さっきのもう一回もう一度出しておきましょうか。はい、iOS アンダーバーマゼックの方に、はい、どしどしご質問どしどしじゃないね、ご要望をいただけますと、はい、こちらの方で必ずチェックして目を通してますので、ぜひよろしくお願いします。どんどんまたマゼックって進化していくかと思うんですけれども、そうですね、言い切っちゃって、ね、はい、皆様から見て、はい、どういったスピードになるかというのはちょっと不安ではあるんですけれども、はい、中でそうですね、あれやこれや、はい、これやあれやを、ね、あれも、はい、ちょっと今日もいろいろヒントも出てたかもしれませんけれども、はいはい、どんどん進化していきますので、ぜひご期待ください。はい、はい、木口さん、じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、大丈夫ですか。大丈夫です、はい、来週です。です、はい、来週はい、10月23日トマコさんいらっしゃいということで、来週ゲストが来てくださいます。トマコさんって旅綺麗な写真の人、はい、手がこうに連載していただいている旅作家の方なんですね。ちょっとこちら一瞬移しましょうか。はい、でトマコさん来てくれます。あと写真の綺麗な撮り方とか、いろいろデザインの仕方とか教えていただけるみたいですので、お楽しみにしてください、うん、という、でも今ちょっとね海外にいらっしゃってて、来週ちゃんと帰ってきていただけるのかどうなのかって、ちょっと心配なんですけど、ね、帰ってきてください。お待ちしてます。はい、はい、では今日はこれで終わります。なんかバタバタしてすみません答えもちょっとバタバタしてたかもしれないので、はい、またじゃあありましたら、はい、またご質問があればいくつかあれば、また菊池さんの方にご質問をお答えしていただこうと思います、はい、またよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。